この間、種まきしたトマトとナスなんだけれども、ナスはね、ちょっと寒い日が続いたんで、まだ発芽してないっていうか、今発芽し始めてきたところで、ちょっと動画では見づらいと思うけれども、今3つぐらい顔出してきたんで、これから出てくると思います。で、トマトなんだけれども、ちょっとね、徒長してます、徒長。ちょっとこう持ってくれば見やすいかな。ちょっと待ってね。こういう感じで、ちょっとひょろひょろっとしてさ、頼りない感じの、ちょうどだからでないかもしれないけどね、ひょろっとしてています。まあ原因として考えられるのは、日当たり、まあお日様不足、水のやりすぎ、風通しが良くなかった、もしくは窒素がね、多かったか、あとはちょっと温度が高かったかなっていう感じです。まあ室内でストーブつけて、だからちょっと暖かかったからひょろっと伸びたのかなっていうのもあるけれども、まあ温度自体はそこまで、まあ上がった感じでいけば、ね、20度前後とかでね、温度計を置いて管理してたんで、まあそこまで、暑かったってわけではなかったから、水が多かったかなっていう感じです。ちょっと水やりを失敗したなっていう感じはしてたんで、水を切って、今のところね、この下には水がない状態、こういう状態で、まあちょうどいいぐらいの水分量にして、抑えて、これからの先の、育苗においては水が多いっていう環境は避けていく、感じでやってます。で、これは一応失敗だけれども、ある意味動画としてはネタになってよかったかなってね。逆にね、この状態で、まあ、要するにスタートが失敗しましたと。ちょっとね、ひょろひょろとしてて失敗してるんだけれども、この状態をどう挽回するか。ね、水をやりを控えて、温度を若干低めにすると。で、難しいのがナスが隣にあるから、その調整だよね。ナスは若干高い方がいいのよね。だから下に電気毛布を敷いて、このナスのところだけね、ちょっと上側で見づらいけれども、ここほら、これ電気毛布敷いてるので、ナスの下だけ温めて、トマトは温めないっていう感じの温度管理で、部屋の温度は若干低めにしてっていう感じでやっていこうと思います。水を切るのと温度低めにする、あとはちょっと風通しを良くする、風を当てるっていうことで、ちょっと刺激を与える感じで、ふーってたまに息吹きかけてみたりとかね、やって育てていこうかなと思います。で、ここまで徒長してしまった苗ね、あるんだけれども、これの挽回方法もあるんで、この後の作業でね。今現段階でおいては、温度と水をまた調整し直して、やると。温度を若干下げる。で、風通しを良くすると。で、水を控える。まあ、この3つをとりあえずやっていこうかなと思います。日当たりに関しては、ここ南向きの部屋だからね、どうしてもさ、屋根、天井があるから、ちょっと日当たりも足りなかったかなっていうのはあるけれども、これ以上はもうどうすることもできないんで、まあ、仕方ないかなということで、その3つ、温度と水と風通しっていう感じでね、やっていきます。で、このあと、もう少し葉っぱがね、本葉が2枚か3枚ぐらいになってきたぐらいになったら、鉢にあげるんだけれども、その時にこの軸をちょっと埋めてやります。まあこの半分ぐらいとかぐらいのところね、この今ここの地際のところで、埋めて、鉢っつうかポットにね、鉢上げしてやっていくんじゃなくて、この軸の半分ぐらいまで土に埋めて深植えしてやろうとね。まあこういうの結構やるのよ、みんな。やっぱり育苗してる時さ、慣れてる人でもちょっと油断したらね、特にこの冬とかね、ストーブの温度とか、ミスったりなんだりとか、サーモスタット、まあ、元設備がちゃんとしてればね、うちはただの部屋の中だからあれだけれども、サーモスタットの温度ミスったとか、天気の予報をね、読み間違えて、ビニールを外し忘れたとかによって、結構ね、徒長させちゃうことはあるの。あるんだけれども、その挽回方法もあるんで、深植えするっていう。まあ、これが、もしね、売り物、苗を作って人にからお金をいただくんだったら、出さないで巻き直しするんだけれども、とりあえずこれは自分で食べる用のトマトだし、動画で見せるっていうことだから、あえて失敗したものもね、動画に上げていこうかなと。で、その挽回方法も、まあ、どこまで挽回できるかはわからないけれども、まあ、お知らせしていこうかなっていう感じで動画にしてます。
とりあえずこの軸の半分まで埋めるっていうこと、まあ、今できるのは水を少なくする、水を少なくするってことと、なんだっけ、その温度を若干下げるっていうことと、風をと当てるというのをやりながら、日当たりに関してはもうどうしても外には出せないんで、まだ今日も雪が降って1センチ2センチぐらい積もったんで、うん、ちょっとまだ一桁の温度だから出せません。だからそれは仕方ないと、そこは仕方ない、うん、もう設備がないから。ビニールハウスだったらねいいんだけれどもね、天井も全部開いてるから、開いてるっつうか日差しが入るからいいんだけれども、俺ビニールハウス持ってないから、まあ、仕方ないということで、その3つやりながら、で鉢上げの時に、半分まで埋めるっていうのをやって、対策としてやっていこうかなと思います。失敗隠していいとこだけ見せてもしゃあないもんな、うん、まあこういう失敗をしましたと。でその挽回をしますということで、まあ貴重な種なんで、まだ種も残ってるから、もう少し暖かくなったら、外で育苗しながらまた苗も作って、やってみようかなっても思っているんで、まあでもせっかく出てくれたんで、この子たちも大事に育てていこうかなと思います。ナスがねどうしても寒かったから、やっぱ温度が必要だったらね、ナスはね、こう出てきたかな、あ出てきてる出てきてる、4つ目出てきてる、うん頑張れよ、うんねっていう感じで、ナスもねなんとか出てきてくれたんで死ななくてよかった。もう少しで2週間経つ、今この動画撮ってる時点で12日目だったから、ちょっと焦ってたのね本当に、うん、でちょっと焦って温度を高くしちゃったなっていうのがね、ナスに合わせて、トマトはもつ低くてよかったのに、まあ、一緒のところに巻いちゃったから、それがもう良くなかったんだけれども、これ1個しかなかったから横着しちゃったっていうのね。だからその温度によってやはり苗箱を別にして別々に管理できるようにするとかいうのも方法としてあるし、そういうのを怠った俺のミスだけれども、俺が悪いんだから、この子たちをなかったことにするってのはやっぱダメだなと思ったから、なんとか今からでも挽回して、この子たちと今年2024年を頑張って生き延びて、トマトを食べさせてもらって種取って、ナスの方も取らせていただいて種取らせてもらって、来年またね育苗、今年の失敗を生かして、まあ必要なものを買い足してやっていこうかなと、ある意味勉強だったと。もうこういうふうにトマトの苗を作る育てるっていうのがもう何年ぶりだ、10年ぶりか、うん、ミスりました、はい、まあそういう動画、そういうこともあるよと、でも挽回もできるよ、できるはず、まあ、こうやって徒長してもこうやってやればいいよっていうのは教わってきてるから、それを思い出して、当時僕に私に俺に教えてくれた、人の言葉を思い出しながら、10年ぶりの育苗なんとかこのまま継続して挽回していけるように頑張ろうと思います。だ皆さんも徒長したからってすぐ諦めて投げる、まあ狭い畑だったりすればね、あの植えれる数かが限られてるから、まあやり直してしまってもいいんだけれども、まだ一応植える場所はいっぱいあるから、この子たちも命だから、まあ、大事に育てて、一緒に俺の勉強のためにちょっと徒長したのもね、一緒に成長していこうよっていう感じでやっていこうと思いますね。とりあえずこの鉢上げするとき、また挽回する方法をね、話しながら動画にしようと思うんで、現状こういう感じっていう、まあ、トマトは温度管理と水と、失敗しました、徒長しました、ちょっとまあでもまだまだチャンスはあるからね、まだ死んでないんだから、この子たちは生きてるんだからね、この子たちのために俺は頑張らなきゃいけないと思って、やっています、うん、という状況です。まあ今後多分挽回はできるとは思うから、今回で騒ぐほど、まあ別にね、うん、とは思うから、いけると思うんで、このまま継続して、この子たちと一緒に、2024年、まあこっちもまだ出てないけども、今出てきてるから、頑張ってやっていきたいと思います。固定種のファーストトマトと、シンクロナスでした。